ヤングなでしこの愛称を持つ U20 女子日本代表は、現地時間9月8日にコロンビアの首都ボゴタで U20 女子ワールドカップ、W 杯、グループ E 組の最終戦をオーストリア戦に臨み、FW カタ麻ヤの2得点で2対0の勝利。3連勝での決勝トーナメント進出を決め、国際サッカー連盟、FIFA は、終始、素晴らしいサッカーを披露したと称えた。動画、かわいい。 ファンになりそう。ヤングなでしこ20歳。逸材の卵。の顔面アップ登場シーン24チームが出場する今大会は、A 組から F 組の各組上位2チームと、3位のうち上位4チームが決勝トーナメントに進出する。日本とオーストリアは共に2連勝で16強入りを決め、得失点差の関係から引き分け以上で日本が首位通過という状況で迎えた。 標高約2600メートルの高地で中2日の連戦を戦った。全体にメンバーをローテーション起用しながら戦っている日本は初戦で2ゴールの FW 肘たまや、この世代のエース FW 松久保真心を同時スタメンに起用。合計11得点を奪った2試合ほど次々にゴール前に入り込んだわけではないものの、 前半半ばからはかなりゲームを制圧して攻撃回数の多い展開に持ち込んだ。そして前半38分にコーナーキックの二次攻撃から FW かた麻やが先制点を奪い、1対0で前半を終えた。後半に向け加納道久監督は3枚替えを実施。後半18分には前回大会にも飛び級で出場し、 今回にスウェーデン一部ハンマル b f へ移籍した MF アマノ社を今大会で初起用するなど先を見据えた選手起用を見せた。しかし、ペナルティーエリア内まで切り込む場面も作ったが、なかなか追加点を奪うことはできず。逆に、クロスからシュートを許してヒヤッとする場面もあった。それでも後半34分に肘方が追加点を奪い、 2対0で勝利した日本は3連勝で E 組の首位通過を決めた。肘方は前半の早い時間帯で先制点を取れたらチームを助けられたと思うけど、相手の守備も良かった。スタッフの皆さんやチームメイト、サポーターの方などいろいろな方が応援してサポートしてくれるのを感じた上で、ピッチの上で表現したい。勝つことで恩返しできると思うと話した。また、加納監督は、 相手の狙いも含め分かっていたし、重要な一戦で勝ち点3を取って1位通過。前半なかなか点が取れない中でもいい時間帯に取れた。ここからが一つ大きな勝負になると思う。コンディションを整えて、さらにギアを上げられるようにと話した。3試合で13得点1失点の成績を残した日本について、FIFA 公式サイトは、グループリーグをパーフェクト通過として、終始、 素晴らしいサッカーを披露絶妙な連携プレーと技術力が前半から発揮されたと称賛していた。